ハッピーハロウィン K です。今日はハロウィンのディズニーシーを特集していこうかなと思います。もうヴィラン図鑑一色ですね。マレフィセントの茨なのかトゲなのかもうすごいことになってます。じゃあ今からショーを見ていこうかなと思います。店内はデコレーションいっぱいですね。これは向きによって変わります。今ミッキーだけど分かるかな。あ、アクセントに変わりましたね。このようなデコレーションがハーバーにいっぱいありますね。マーメイドラグーンに来ました。今からねガチャガチャをしていこうかなと思います。ハロウィン限定ヴィランズのガチャガチャがあるみたいなのでそちらを回していきます。一緒にご利用ください。すいません、ガチャガチャしていこうかなと思います。種類こんな感じです。4種類でした。はい、最初はヴィラン。かっこいいヒーラー、はい、私のコアはそれ。はい、アピールしてアピール。あんまりいないわね、この辺。ちょっと一つ、はいはい。続いて MP。はい。それでは次は私と同じコースを取ってくださいね。いきますよ。さあ、はい、最初はヴィラン。こんな海賊、ホック。ホックのポーズでした。結構いらっしゃいますね。アピールをお忘れなく。では2回目参りますよ。3、はい、最初はヴィラン。カリスマヴィラン。ヴィランのポーズでした。カリスマがたまにはこういっとかないので。ではホックお願いしますよ。出世状、よし、行くぞ。みんなも美しくやるよ。行くぞ。最初はヴィラン。美しいホック。素晴らしい。今マンマに来ました。今からハロウィン限定のスーベニアを買っていこうかなと思います。紫芋とパンプキンのカップデザインです。スーベニアカップで好きで、紫芋とパンプキンのカップデザート頼んでみました。すごい可愛いです。ミッキーがいて、デイジーがいて、こっちとなるかドナルドとハデスがいて、すごい可愛かった。ミニーちゃんもいるね。すごい可愛いですね。で、紫芋とパンプキンのカップデザートだったので、多分チョコレートと紫芋アイスかな。パンプキンのソースかな。あと多分紫芋だよね。すごい秋らしいメニューになっております。それじゃあ食べていきます。まずチョコレートいきますね。美味しいですね。よく味がわかんない。紫芋、あ、紫芋だね。紫芋のなクリームかなの味になっています。で、パンプキンと下にチョコケーキかな、茶色いケーキみたいなのがありますね。スポンジの。あ、これ美味しいですね。ここにもヴィランズのフォトロケーションがあって、並べばあのキャストさんがいるので一緒に写真撮ってくれます。すごいね、力の入れ方。あ、ダフィー、お待たせ。少しお待ちくださいね。はい、OK です。はい、それでは、うん、このまま動画撮ってますよ。うん、ここから撮ってるよ、動画です。あ、お兄さんにプレゼントぜひ食べて。やったうん、ありがとうございます。またお待ちしてますね。はい、ありがとうございます。
上 C のハロウィンイベントのレポートでした。とっても楽しかったです。あのヴィランズワールドも良かったし、手下がすごい平和になっていました。あの手下のアトモス行ったんですけど、本当に10分前でも一番後ろ入れたんですよ。ヴィランズワールド終わってそのまま来たんですけど、あとはダッフィーのハロウィンショーも良かったし、やっぱり仮装がしたくなりますね。本当にみんな仮装してるんで、ちょっとね自分もまた近い、まあ来月か今月できれば仮装できればなと思います。いや本当に楽しかったです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったと思った方は高評価ボタンとチャンネル登録お願いします。 Twitter、Instagram もやっておりますのでフォローお待ちしております。